あなたのファンディング希望額は500万円でお願いします。タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。ではどうぞ。失礼します。失礼します。今宵あの志願者が己の野望を胸に再びタイガーファンディングへと舞い戻る。はい、谷口さん、はい、お久しぶりです。どうもお久しぶりです、はい、1年2ヶ月ぶりぐらいですかね、はい、そうです、1年2ヶ月ぶりです、はい、再チャレンジということで、はい、そうです、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、では改めてお名前をどうぞ。谷口真一、56歳、愛知県から来ました。はい、次にあなたが希望する投資形態は、投資でお願いします。わかりました。ではあなたのファンディング希望額は500万円でお願いします。あなたが思い描く未来の姿は、日本国民全員が50代になれば入りたいと思うプラットフォーム GOLOCK を作りたいと思います。ではオールアナセン、新しい未来をつかみ取れ、キャッチャーハンド。では、谷口さんの、ご経歴と簡単な事業内容を教えてください。あ、はい、高校デザイン学校を卒業し、その後デザイン事務所に5年勤め、修行した後、独立しようと思ったんですけど、1年間フランス料理の、勉強がしたく、1年間フランス料理の、修行した後、デザイン事務所パッカーズというのを立ち上げました。そこでしばらく 一人でやってたんですけど、だんだん忙しくなり、1年2年3年10年ぐらいで11人まで増えました。そこで、11人ぐらいになった時に、ちょっと何か違うなと、自分のやりたいことと違うなと、経理だとかいろんな、業務が自分に降りかかってきて、そこで人数を減らし、自分の好きなことも、デザインと併用してやるようになりました。そこで、パーティーの企画やら、昆虫販売やら、自動車の販売やら、あとマイニングの、事業やら、いろいろやってきました。今はデザイン事務所、をやっております。まず事業プランなんですけど、アプリ上に50代60代の、できることスキルを、登録してもらい、それを使いたい方に、マッチングさせる、インターネット上のサービスになります。で、今回は、前回と違うところは、この事業計画書にも、載せてるんですけど、2つの登録方法を作りました。1つは、GOLOCK C2C の、個人間のシェアスキルサービスです。で、もう1つは、GOLOCK ビジネスといって、まあ、短期とか長期の、人材派遣のシェアバージョンのような、サービスになります。今回はこの2つで、GOLOCK というサイトを作りたいと思っております。まあ、一人社長でやりだして、はい、まあ11人まで増えるというのは、そうですね、はい、そこで仕事を取れた原因って何だと思います？原因というか理由。時代を先取りする動画マーケティング界のパイオニア、株式会社サンエイト代表取締役竹内浩一。 YouTube の可能性をいち早く見出し、ビジネス界に激震を与える。好奇心旺盛で人を巻き込む力はまさに天然ブルドーザー。YouTube 界の太陽はいかなる志願者の未来を照らすのか。大きいこと言いますけど、自分のデザイン力じゃなかったのかなと思っております。はい、結構大手とかやってたので、うん、で僕はほとんど代理店の仕事をやってました、下請けで、はい、で今回やっぱ自分のオリジナルのサービスを作りたいなと思って、これを志願したっていうのもあります。やっぱりどうしてもいくら作品作っても、大手賞を取っても代理店さんの名前出てしまうので、はい、まあ、そういうもやもやしたのはあるんですけど、やっぱり商業デザイナーでしたので、はい、で今はもう3人に絞って、他の、事業というか他の個人でやっています、デザインと他に。
多分、まあ、さっき聞いた感じだとなんか、昆虫を売ったりだとか、あ、そうですね、あのその15年ぐらいで、うん、2年ごとに事業を変えていろんなことをやりたかったので、うんうん、ファーティー企画が始まって、うん、昆虫は昔から大好きだったので、ギラファクワガタだとかヘラクレスヘラクレスだとかいろんな種類の昆虫の僕フォルムとかデザインが好きだったのそれを育てて、売って、あのクアドループとか、エクアドルとかから輸入して、幼虫から育てて売ったりしてました。全部成功されてるんですか？成功というか、そうですね、赤字にはなってないですね。あの、一番多趣味なだけで、なんか、はい、今回やるビジネスも、はい、今興味があるからやろうとしてるだけで、それは違いますね。今回はもう最終的に、デザインに変わる何かを自分で見つけたいと思い、はい、これにかけてる感じです。はい、デザインもでもなんか今中途半端になっちゃってるんですよね？いや、中途半端にはなってないです。はい、デザインはデザインでちゃんとやっております。はい、ただあの量はかなり少なくはしておりますね。あとはあの外部ブレーンを使って自分はディレクションして外に、振ってやってもらってるという形も多いです。わかりました。はい、やっぱり僕医者なんですけども、はい、その50代60代の、はい、まあ、その言うなれば先人たちの知恵っていうのは、はい、ものすごい貴重なものだと思うんですね。はい、で特にまあ医療の世界なんていうのは、はい、まあ、やっぱり先人たちのこうあの経験とかが、はい、まあ、かけがえのもないものですから、はい、僕らではもう絶対にいられないものを50代、はい、60代の方っていうのは持ってると思うんですね。はい、それはどの業種においても同じだと思うんですけれども、はい、このスキルシェアにおいて、はい、どういったものがメインなんですか？渋谷アマスラクリニック院長ドラゴン細井、美容外科医としてあまたの施術を担当、 YouTube、SNS 戦略で事業を拡大し、医学部受験塾メデュケイト塾長を務めるなど、その活動は多岐にわたる。志願者を晴れやかな空へと導く美の白龍がタイガーファンディングに舞い降りる。メインはもうほぼオールジャンルでです、はい、でオンラインとリアルの2つで考えています。でざっくりな簡単なんですけど、あのシェアよくあるこの YouTube の編集だったり、英語の学習だったりとか、オンラインの、あのロゴ制作、あのキャラクター制作、あの楽器 の作詞作曲を教えてほしいとか、ホームページを、これはあの Zoom だったりとか、あのオンラインでできると思いますので、こういうサービス、まあ、他にもたくさんあると思うんですけど、こちらはもうほとんどココナラさんとか、クラウドワークスさんとかランサーズさんとか、そういうところと ほぼ同じです。あとはリアルで、あのこういう、例えば店舗を持っているお店が、スポットで人が欲しいだとか、手伝ってほしいとか、あと料理を学びたいだとか、こっちも楽器演奏ですけど、あのリアルな、あとは投資を教えてほしいだとか、あといろんな最近増えてるのがサービスで、あの相談事っていうのが多いらしいので、あのリアルに対面で相談、あの法律だとか、悩みですね、50代60代の、そういう、資産運営だとか、そういういろんな、あとは、離婚しただとか、そういう悩みですねとか、まあ、とにかく全般的に、はい、あのジャンルを入れて、そこの、得意なスキル登録してもらうという感じです。50代60代の人が。つまりところ、はい、専門的なハイレベルなスキルシェアではないっていうことですね。ハイレベルかどうかはその本人によるので、あとはその評価制度っていうのを作るんですけど、その評価を見てハイレベルかどうかっていうのは分かってくるのかなっていう。それは他のサービスも全て同じ、僕も登録してるんですけど、ランサーズさんとクラウドワークさんに、はい、別にあのテストがあるわけではないので、後で評価でだん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 上がってくるって感じですね。今日それって 5,60 代に限定する意味が薄れませんか？それって50代60代が活躍するプラットフォーム GOLOCK 成功に向けて、新たなビジネスプランを練り上げた志願者、新しい未来完全オールをつかみ取るための秘策はあるのか。60代にそうです、今挙げていただいたものって、はいはい、言うなれば先ほども言った通り、ココナラさんとかランサーズさんでも、そうです、はい、要は20代30代の、はい、言うなれば稼働力の高い世代でも可能なことですよね。はい、可能です、はい、でつまりじゃあ 5,60 代の方々の、はいはい、要するに人生経験を、はい、
培われた人生経験をその活用できるからそこに限定する意味っていうのが生じると思うんですけども、はい、そこはどう？まあ、50代60代に絞った理由っていうのはですね、やっぱり世の中やっぱ50代60代の人っていうのは、ちょっと、今そうなんですかね、面接とかも年齢で結構制限されたりとかそういうの聞きますし、僕の友人もやっぱり再就職しようと思ったらなかなかできなかったりとかするので、やっぱり僕の中で50代60代を応援したいっていうのが一番ありますね。あとはここならさんではなく50代60代に絞ることによって、僕の中ですけどやっぱり安心感があるんですよ。若い人に頼んだりとか何回も僕あるんですけど、やっぱり途中で、逃げられちゃったりとか、変なものが上がったりとか全然違ったりとか結構嘘が多かったんですよね。やっぱりそれで50代60代の方は頼んだことはないんですけど、やっぱり50代の方の方が信頼、あと僕も話しやすいっていうのもありますね。なるほど。とにかく50代60代に5、6で絞りたいっていうのが一番です、はいはい。これってそもそも50代、はい、60代限定なんですか？50代60代限定です。69歳から70歳になった瞬間、はい、お前は出ていけって言われちゃうんですか？70歳になったら出て引きというか、そうですね、はい、サービスは使えないんですね。扱えなくなっちゃうんですね。完全に50代60代、はい、50歳から69歳に限定で、はい、そっちの方が字を聞かせていいかなと思って、その20年間に生まれてなかったら、はい、もう縁がなかったってことでみたいな。ただ当然上がってくるんで、はい、70代はもうあれですけど、30代40代の人は必ず上がってくるので、50代に、はい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 、その時にこう入りたいなって思わせるようなサービスにしておきたいなっていうのがありますね、はい。だから50代60代というよりも今の40代とか45が5年後ぐらいに、あ、ここに入りたいなと思えるようなサービスに作りたいというのはあります。はい、その世代同士じゃないと C2C は成立しないですか？はい、そうです。あ、一応、あ、頼む側は別に20歳でも、登録者は50代69歳。あ、そういうことですね。サービスを提供する側が50から60代、はいはいはい、70歳からも、まあ、いずれ考えるのかも分かんないですけど、やっぱり年齢がどんどん今50代の方もかなり若くなってきてますし、芸能人なんかもやっぱりすごく若い人が多いので、あと YouTube はもう僕見ててもやっぱり江頭さんだとかタカチャンネルさんとか、宮迫さんとか全部50代とかが結構盛り上がってるので、やっぱりこれから50代60代が僕は活用という言い方はちょっとあれですけど、その全体で盛り上げてい、きたいなというのはありますね。単純に絞っても人口も多いですもんね。そうですね、一番多いのが今45歳から、50歳ぐらいらしいんですけど、そういう方が上がってきた時にちょうど、はい、登録者になってくれるかなっていう。別に56だけじゃなくても、ここならさんとか併用して登録するはずなので、僕もそうですけど。なるほど、はい、わかりました、ありがとうございます、はい。ユーザー側のメリットは具体的に例えばどういうメリットがあるのか教えてもらっていいですか？はい、メリットはやっぱり僕の中では経験値だと思いますね。僕もやっぱりデザイナーやってるんですけど、やっぱり今まで、いろいろなデザインとかいろいろなプレゼンだとかディレクションを経験して、やっぱりいろんな引き出しがあるので、その辺で全然僕は違うのかなと思います。はい、まあ、詰まるところ、はい、20代30代には負けねえぞという、もう全然負けないですね、自負心があるということですね。僕自身がそうだったので、うんうん、はい、まあ、実際僕らもその、そうですね、はい、まあ、ここにいる方々で5、60代になったことはないので、はい、実際その境地に達したことはないんですけれども、はい、実際じゃあ今のまあ若手の人たちよりも良いサービスを、そうですね、やっぱり人生経験というのはやっぱそこに生きてくるのかなと思いますし、やっぱり体力的なことではないので経験値がものを言うのかなと僕は思っています。なるほど、はい、単価はちなみに他のサービスと比べるとどういう設定にするつもりなんでしょう？単価は自分自身で時給を決めるような設定にしています。まあ、1000円から3000円5000円いくらでもいいんですけど、結局あんまり高くしちゃうと何ですかね、使ってもらえなくなったりするので、そのさじ加減は自分の実力と合わせて調整していってもらったらなって思っております。じゃあ結局そこは相場に収束するだろうなっていうことなわけですね。はい、そうですね、はい、まあ、安くやってほしいっていうのは僕の願いですけど、やっぱり最初は盛り上げたいの、登録者数を増やしたいので、はい、中高年世代を盛り上げたい男の熱き思いは早くも虎たちの心をつかみ始めている。
白熱するタイガーファンディング、次回事業計画の全貌が明かされる。なんかイケてなそうな気がしちゃうんですよね。イケてたら自分で仕事取ってこれるでしょうって思っちゃうんですよね。